こんにちは。今回は市民活動センターウィンターフェスティバルの開催についてお知らせします。12月8日土曜日は市民活動センターへ遊びに来てください。楽しいイベントが盛りだくさんです。市民活動センターウィンターフェスティバルを開催します。期日は12月8日土曜日です。会場となる市民活動センターではたくさんの楽しいイベントが行われます。チャリティーフリーマーケット、子ども服、おもちゃ、大人の服、生活雑貨などの販売を行います。時間は午前10時から午後2時です。手話ふれあい広場、手話でおしゃべりやゲームなどを楽しみましょう。時間は午前10時から正午です。家事マジッククラブショー、時間は午前11時30分からと午後1時からです。先端科学体験教室、動けロボットアーム、マッスルセンサー体験、体を動かす電気信号でロボットアームを動かしてみましょう。時間は午前10時30分から正午です。対象は小学生以上で、定員は28人です。費用は300円です。参加希望の方は市民活動センターへお申し込みください。歌のお姉さん&ピエロの楽しいコミックショー、幼児向けのバラエティショーです。家族でお楽しみください。時間は午後1時30分からと午後3時からです。定員は各150人です。参加希望の方は市民活動センターへお申し込みください。その他、平成25年度市民活動支援事業募集説明会を行います。補助金の概要や申請方法などの説明を行います。時間は午後2時から3時です。ウィンターフェスティバルについて詳しくは広報反応11月15日号をご覧ください。お問い合わせは市民活動センター、電話 978-7551 へお願いします。以上、市民活動センターウィンターフェスティバルの開催についてお知らせしました。それでは引き続きウィークリー情報をお伝えします。11月25日日曜日は市民清掃デーです。地域の道路や公園などの清掃にご協力をお願いします。同じくエコツアー、もみじの里山渓谷お散歩ツアーが行われます。11月27日火曜日、3歳児健診が保健センターで行われます。対象は平成21年7月生まれのお子さんです。同じく健康相談が保健センター名栗分室で行われます。11月28日水曜日、創業経営相談がステップで行われます。12月1日土曜日、エコツアー食欲の秋を楽しもう、秋野菜の収穫体験が行われます。同じく奥武蔵中学校駅伝競争大会が宮沢湖で行われます。以上、ウィークリー情報をお届けしました。続いてその他のお知らせです。農林課からのお知らせです。農業講演会、種から考える食の安心安全、ふるさとの味を未来に伝えるにはを開催します。市では安心安全な農作物の普及に努めています。種の世界から考える食の安心安全について専門家にお話しいただきます。日時は12月8日土曜日午後1時30分から4時30分、会場は
名栗地区行政センターです。講師は野口種苗研究所代表の野口勲さんです。費用は無料です。参加希望の方は農林課へお申し込みください。お問い合わせは農林課電話973-2122へお願いします。都市計画課からのお知らせです。11月7日に岩沢運動公園と阿津運動公園を結ぶ神道橋である流れ橋が開通しました。この橋は県の川の再生事業の一環で整備されたものです。これにより川の対岸にある2つの公園が結ばれ、利用者の皆さんが自由に行き来できるようになりました。ぜひご利用ください。流れ橋を渡る際は次のことにご注意ください。歩行者専用の橋です。車両の通行はできません。夜間時、河川の増水時の通行はできません。雨、霧等により滑りやすくなりますのでご注意ください。お問い合わせは都市計画課電話973-2268へお願いします。環境緑水課からのお知らせです。11月25日日曜日は市民清掃デーです。地域の道路や公園などを清掃し、美しい街飯能にしましょう。ゴミの処分についてお知らせします。クリーンセンターへの搬入は11月25日日曜日の午前8時30分から11時30分までです。家庭ゴミは持ち込まないでください。また清掃デーが雨天の場合に限り、12月2日日曜日もクリーンセンターへゴミの搬入ができます。搬入できない場合はゴミの収集日に分別して集積所に出してください。市民清掃デーで集めたゴミの中で通常市が取り扱わないものは直接クリーンセンターに搬入してください。お問い合わせは環境緑水課電話973-2125、クリーンセンター電話973-1010へお願いします。あけぼの子どもの森公園からのお知らせです。アンディ先生のマジックショーを開催します。プロのマジシャンの不思議で楽しいマジックショーです。日時は11月25日日曜日午後2時から3時、会場はあけぼの子どもの森公園です。対象は5歳以上のお子さんです。定員は100人で費用は無料です。参加希望の方はあけぼの子どもの森公園へお申し込みください。また公園内施設の利用時間の変更についてお知らせします。11月20日火曜日から12月27日木曜日までの間、公園内施設の子ども劇場、ムーミン屋敷、森の家の利用時間は午前9時から午後4時30分までとなります。お問い合わせはあけぼの子どもの森公園電話972-7711へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所広報情報課でした。